地獄からの帰還。体調崩しまくって、1ヶ月ぐらい寝込むことになるとは。ということで、今回の私たちの役職はドクター。どちらかというとドクターにお世話になった側なんだよな。現代医学の進歩に、感謝せざるを得ない1ヶ月でした。とまあそんなリアルはさておき、今回は特に特徴もないグル役職。バイタルがどこでも見れるだけと、すごく地味な能力だからね。ちなみにファングルの研究室にはここにバイタルがありますが、目立ちにくい上にあまり来ない場所なので、存在自体があまり知られてないみたいです。開始2ターン目でバイタル見に行ったら、タスク内人材と間違われて釣られたもんな。それが理由でシェリフにと釣られたりもするので、初動の研究室は危険がいっぱい。ちなみにもう最近はほぼ説明してないけど、今回も完全ランダムの闇鍋村。あと数ヶ月で、闇鍋村開始から1年経つってマジ？役職開始画面で、グルーを引いて落胆してたのももはや懐かしいですね。キルグルーが溜まる前にドロップシップのタスクを終わらせるという頭脳プレイ。頭脳プレイの定義崩れる。とか話してる間に、サボタージュの通信障害が、サボタージュ中はバイタルが見れないので、役職の能力も封じられてますね。一番バイタルを見たい時に見ることができない。ドクターの特権で、サボタージュ中でもバイタル見せてくれないかな。そもそもここは無人島だから、普段バイタル使えてる方が不思議なんだけどな。うお、今回テレポーターいるのか。ジップラインやはしごのアクション中はテレポートしないので、今回は飛ばされてませんね。じゃあずっとジップラインで上下してたら、テレポートしなくて済むってこと？異常行動で釣られるだけだぞ。まあ自分が一番近いところにいそうだから、上のサボタージュは自分が直すか。倍速しないといけないぐらい誰も直しに来なくて草、なんか全然直らないなぁと思ってたら、案の定大量キルが起きてたな。みぞれさん嘘だよな。通信室にラテさんとウパさんの死体が転がってたんだけど、そのすぐ横でみぞれさんがただ逃げもせず立ってたんだが。やべえ、今回ずっと通信サボ開いてたから全然周り見てなかった。誰か私らの後ろで強力にもキルを通した人がいるみたいですね。そのタイミングで自分らがサボ離れたら一体どうする気だったのか。自分視点ずっと通信見てたんで状況が全くわからないんですけど、確か途中でメテオさんとかの声が聞こえた気がするんですよね。そうだね、自分が通信通った時はウパさんとラテさんは生きてたはず。上のサボタージュ直してるって表示出てたし、通信直してたっていうのも本当っぽい。ていうか白1入りたいのなら役職カミングアウトしてもいいんじゃない？自分ドクター、クルー役職のドクターです。めちゃくちゃ嘘っぽい。日頃役職語る時ドクター名乗りすぎて完全に信用失ってるな。これ令和の狼少年。ドクターやスタントマンなどのクルー役職、死んでもほとんど信用されませんよね。ちなみにもう言わせてもらうと、ザコラテはラバーズで、自分はキューピッドだったのでもう終わりです。なんであいつらこんなに早く死んでんねん。となると、今回キルされたのはウパラテってことになるのかな？ウパさんはそうだけど、ラテさんに関してはザコさんのキルの巻き添えとかもあるかな。目の前で弾けたらウパさんが通報するだろうから、ウパさんの方がキルは先か。どっちがキルされたにしろ、ウパさんが最初の犠牲者ってことで良さそう。あ、ちなみに霊媒師でザコさん見たらインポスター役職のファインダーだったよ。だから今回インポスターは残り1人、もしくはもう全滅してるってところかな。自分、八幡宮さん、ひな兄さんは今回キッチンにいたから、他の息詰めてきたいな。レイマリさんとかは、今回どういう経路だったの？直前まではメメさんとミーティングのあたりいて、メメさんは通信室側、自分はジャングルの方向向かって行った感じ。それで通信室の中で、ラテウパの死体が発見されたと。ジャコさんの死体位置は、結局わかってないんですよね。これラテウパの二人で、相打ちしたとかの可能性もあるんじゃない？正直自分視点、みぞれさんが通信室でウパさんキルする理由がなさすぎる。こんなの容疑者位置に入って、どうぞ釣ってくださいって言ってるようなもんだからな。誰よりも事件現場の近くにいたはずなのに、全く情報出せないんだが、事件の当事者のはずなのに、自分ドクターとぐらいしか言ってなかったもんな。一応吸血鬼などの遠隔キルかもしれないし、事件現場をちゃんと見ておくか。結婚なしよし。これであとは、証明できるクルー役職だったら完璧だったんだがな。まあドクターは、証明が難しく語る人が多いですからね。その証拠にマッチングアプリでは、大量のヤブ医者で溢れ返ってます。リアルアモングアス開始しちゃってるじゃん。まあマッチングアプリに登録している医者の数は、全国の医者の総数を優に超えているらしいしな。自分を偽り他人に信用させるというのは、アモングアスにも通じるものがあると言えるな。出会いの場を勝手に人狼ゲームにすな。まあ今回は疑われちゃってるので、ボタン押して弁明タイムといきましょう。正直あんま話すことはないけど、今後の会議の方向性は確認しときたいからね。チャコさんがキルされた前提で一旦考えてみると、みぞれさんはチャコさんのキルに関してだけは白出るかな。それ以外の要素は怪しすぎて、もうだいぶ釣りたくなってるけど、でも今回、自分のすぐ後ろでキルが発生してたんですよね。見られるリスクもあるのに、そんな場所でキルできる役職って結構限られてませんか？第三陣営のフランケンシュタインとか、姿を消せるエビルサイエンティストとかか。死体が並んでたって感じだと、どっちかというとフランケンっぽいかな。もしそこのキルがフランケンシュタインだったら、私は違うって証明できるね。フランケンはキルした後元の位置にワープするから、死体の通報はかなり難しいはずだし。まあわざわざフランケンでキルした後に、現場戻って通報ってことになるしな。結局誰がキルしたのかよくわからないけど、釣られなかったしまあいいか。霊媒師の八幡宮さん曰く、ジャコさんがインポスターですでに落ちているとのこと。他にはメテオさんがキューピッドなのがわかってるぐらいで、何の情報もないな。
さてと、そろそろサボタージュでも直すかな。お、ここでテレ、待て、挙動がおかしい挙動がおかしい。テレポート中にはしご登ってたことは何回かありますが、この動きは初めて見ますね。ていうか桟橋で死体できてたのに、これじゃ通報に行けないな。今から桟橋向かっても、門番とかされてたらまずそうだな。とか言ってる間に、元のはしごのところまで再度ワープ。どうやらはしごの終わり際に、テレポートの判定がぶつかるとこうなるっぽい。テレポート先の様子を安全に確認できるので、割と有益なバグかもしれませんね。なお再現性は皆無。村人 A 少なそうだし、もう罪な気もするけどサボタージュ直してくよ。下は誰かが直してるみたいなので、これでサボタージュは修理できますね。とここで、見づらいけど自分のところにテレポート、そして死体も、普通に転がってるというなかなかカオスな展開に。っていうか最後、レイマリさん死体かぶってなかった？ほんとだ。通報が間に合ったからよかったけどかなり危なかったわ。うわぁ、最後死体かぶったけどキル間に合わなかった。ということは、レイマリさんがフランケンシュタインか。いやぁ、でもレイマリさんにキルしてるから放置はできないんじゃないかな。フランケンシュタインは2キル以上してるし、勝利条件満たしてるでしょ。いやいやしてないしてない。今回そんなに、キルできるタイミングなかったって。ちなみにレイマリさんは、ひな兄さんとウパさんをキルしてる。あの時は言わなかったけど、みぞれさんの後ろでキルしてたのがレイマリさんだぞ。いや、それもうめめさん自分で人外って言ってるようなもんじゃん。とりあえず今の状況を整理すると、レイマリさんフランケンで八幡宮さんが霊媒師、となると消去法的に、メメントモリさんがキル役職ということになりそうだけど、まあただ、八幡宮さんがパブロフやジャッカルにされたパターンとかもあるか。いやー、でも会議内容的に、メメさん人材っぽいですしないんじゃないですか？ここで自分釣ったら、残ってる人材にキルされてくる負けるよ。まあ確かにここでレイマリさん釣るより、キル役職にキルしてもらう方がいいですね。ということで、今回はスキップになるように登場しましょう。ということで、レイマリさんにとっての地獄の鬼ごっこが開幕。おそらく勝利条件は満たしてるので、あとはひたすら逃げ回るのみ。その間に、自分らのタスクが終わればクルーの大逆転勝利ということだな。フランケンシュタインは通常イベントが使えないので、結構厳しそうですね。とか話してる間に、バイタル見たらレイマリさんキルされてたわ。この動画で初めてドクターが有効活用された瞬間。どうせサボタージュ直らないし、死体探して通報した方が良さそうですね。こういう死体探すときって、割とどこ探した方がいいか難しい問題。メメさんもレイマリさんも見てないから、場所の検討もつかないしな。右側に死体転がってると思ったけど、やばい全然見つからない。そろそろキルクールが溜まる頃なので、もう残り時間もありません。ああ、惜しかったー。レイマリさん自分キルできるタイミングあったから、そこで自分キルされてたら正直負けてたんだよな。今回3キル必要だと勘違いしてて、メメさん残したのが敗因だったか。ということで、今回の動画はここまで。最近暑くなってきて体調を崩しやすい季節になってきたので、皆さんも体調管理には十分気をつけてくださいね。説得力があるのかないのかわからないなこれ。